見つけた人間だ。なんやあの時の女。ちょうどいい。借りは返させてもらう。私だけでもやらなきゃ。 火の玉も青猫も真理、このイラつきを収めるにこんなところで終われない。任せて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 任せ
なんてな。まだまだもっといたぶってやる。まだ死んだ。一撃で殺すんじゃつまらんわ。絶対に負けられない。みんなを助けるまでは。開け砲兵宮の扉。アセリア。よく聞け、ルーシー。あいつらを倒すには精霊王を召喚するしかない。代償召喚術。一つの金の鍵を壊すことで精霊王の扉を一度だけ開くことができる。金の鍵を壊す。私の鍵を壊す。そんなことできるわけないじゃない。誰かを犠牲にして誰かを助けるなんてできない。これしか方法はない。絶対に嫌。いつまで甘えているんだ。もう会えないなんて嫌。大事なのは思い出か鍵か罪悪感か。違うだろ。仲間を救う力だ。精霊魔導士としての力だ。私の初めての友達。やるんだ。私の鍵を壊せ。私アクエリアスが大好き。やれルーシー。開け精霊王の扉。今まで世話に。さて、古き友は。精霊王。精霊王か。冥王。まさか精霊王を召喚できる者がいたとはね。相も変わらず、その本を抱える姿、実にふさわしい。これは END の魂、タルタロスそのものだよ。何を企む、冥府の王。察しはついているだろう。我々は END を復活させゼレフの元に帰る。そんなことのために古き友は傷つき倒れているのか。そうだ。そんなことのために古き友は涙を流しているのか。いつかの決着をつけよう精霊を。古き友の覚悟と契約により友の敵を駆逐する。来い。よう貴様を。
何をしたって言うんや、我れのアマーバク何水のバリアアクエリアス魔力がみなぎってくる。アクエリアスの魔力を古き友の力へと変えた。セレオ、さて古き友よ、まさに星々の導きがあらぬ。ありがとうございます。アクエリアスも今までありがとう。よし、死ね死ね死ね。召喚者まで殺すつもりか。いいか、まさかアレグリアを解いた。星の輝きを、闇なる侵食を払い立てまつる、運を滅する役は、古き友たちに託そう。
ワルドギールを足止めするつもりか。この裏に人間どもに向けられるということを忘れるな。私がみんなを。カリューのゴールや。なんだか知らねえけど助かったぞルーシー。待つ、一旦引くぞ。ギルドに戻って立て直す。エルザ、私。よくやったルーシー、今は休め。うん。エルサメ、引いたか。アレグリアのおかげで水を差されたが、次こそは必ず決着をつけてやる。